エタニスラオトニアブレイユはドミニカ共和国プエルトプラタ州プエルトプラタ出身の元プロ野球選手。2002年17歳でロサンゼルスドジャースと契約を結ぶ。2005年にはフロリダステートリーグの首位打者を獲得するなどマイナーリーグで着実に力をつけた。2007年5月22日メジャーデビューを果たした。メジャー昇格後は 打撃でもそれなりに結果を残し、守備でもセカンド、サード、ショートを守る器用さを見せて59試合に出場した。2008年は怪我に悩まされて、丸1年を棒に振る。2009年に実戦に復帰を果たす。メジャーでは6試合出場にとどまったが、マイナーでは77試合に出場して打率。336、11本打、五53打点を記録した。 2009年10月9日、トレードでアリゾナダイヤモンドバックスへと移籍する。2010年も2塁、3塁、遊撃を守り、81試合に出場する。しかし、5月終了時点までは3割を超えていた、打率が6月以降は126打数24アンダ、打率、190と打撃不振でマイナー落ちも経験するなど、レギュラー定着とはならなかった。 この時もマイナーでは24試合で打率。351、21打点を記録した。2011年11月2日に FA となった。2011年12月1日にカンザスシティロイヤルズと契約した。2012年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーしていたが、8月5日に2年ぶりにメジャーに昇格した。 メジャーでは22試合の出場にとどまったが、トリプル A 級オマハでは打率。322、9本類打、73打点をマーク。シーズン終了後に、リーフとなった。A 級フレーズの時代2013年2月4日に、ウェーバーでサンフランシスコジャイアンツへ移籍。2014年1月17日に、ジャイアンツと1年契約に合意したが、3月23日に、 放出された。3月28日に、ジャイアンツとマイナー契約を結び、トリプル A 級フレズのグリーズリーズで開幕を迎えた。開幕後は、トリプル A 級で64試合に出場し、6本類が29打点3盗塁、打率281だった。7月21日に放出されたが、7月25日に、ジャイアンツとメジャー契約を結んだ。 昇格後は3試合に出場したが、4打数無安打と結果を残せず、7月29日にリーフとなった。2015年はメキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約。6月19日に解雇となる。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年は球団に所属しなかった。2017年2月21日に、 アトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約した。11月1日に球団解散による分配ドラフトでニューブリテンビーンズに移籍することとなった。2018年2月13日に再契約を結んだが5月4日に引退を発表した。ありがとうございます。